いつから日本は弱者に優しくない社会になってしまったのか、皆様の貴重な一票よろしくお願いいたします。あなたがお世話になっている厚生労働副大臣、違法献金の疑惑が出てる。先生は個人的に献金を受け取っている。だが歯がらし、今勤労会と争っても犬死にです。私の秘書官にしてもいいと思ってる。ありがとうございます。静かに。効果のある薬が世界にはまだまだたくさんあります。早く手当てしないと死んじゃいますね。始まったんだよ、京一。もう引き返せねえんだ。